クロードロアは、フランスの作家であり、詩、小説、文学、美術評論、児童文学、演劇、気候、ルポルタージュなど幅広い分野で活躍した。学生時代に、右派の思想に傾倒したが、アラゴン、ジット、エルアールラとの出会いを機に、共産党に入党。共産党の態度クレジスタンスグループ国民戦線の一派として、 南仏の自由地域で結成された全国作家委員会に参加して地下出版物を編纂、配布し、死を発表し始めた。1944年8月のパリ解放に参加して、ルポルタージュを発表し、大きな反響を呼んだ。主な著書に、シュペルビエル、アラゴン、スタンダールなどの文学者や、ゴヤ、ピカソ、クレイ、バルジュスなどの芸術家に関する評論、アメリカ、 中国に関するルポルタージュ、回想録三部作、詩集、字のよりで、暁の暗闇、忍び足音の詩編などがある。1985年に第一回コンクール詩人賞を受賞した。クロード・ロワは1915年8月28日、クロード・オルランとしてパリのプチブルジョア家庭に生まれた。父はスペイン生まれの画家で、母はシャラント県出身であった。 まもなく、シャラント県、ジャルナック、ついで同じ県内のアングレームに越した。ジャルナック出身で一歳年下のフランソワ・ミッテラントは、子供時代からの知り合いであり、回想録で、彼も私も熱心な読書家だったと語っている。ソルボンヌ大学法学部に入学し、すでに学生時代から、雑誌、新聞に寄稿し始めた。当初は、応答ウヨクのシャルル・モーラスの思想に傾倒し、 1935年に、モーラスが主催したアクションフランセーズ学生連盟の月間機関誌、フランス学生、ついで機関誌、アクション、フランセーズや、ルビュー・ユニベルセルに寄稿。さらに、同じくアクションフランセーズのジャン・ド・ファブレーグ、ジャン・ピエール・マク・サンスラを中心とする、青年・ウァに関わり、機関誌、反乱者やファブレーグが主催する、ルビュー・ド・ユシエ・クルシに寄稿した。 これらの雑誌には、当時、モーリス・ブランショーも寄稿しており、クロード・ロアは、ブランショーと同じ道を歩んでいる。すなわち、極右への系統と転向である。1936年に、詩人ジュール・シュペル・ビエルを介して、極右週刊誌、ジュッスイ・パルトゥの編集長、ロベール・ブラジアックと知り合い、同志に寄稿。多くの記事を書いたが、反ユダヤ主義的な傾向は、一切なく、 すべて文学に関するものであり、実際、戦艦期に外国文学を積極的に紹介したことで、国際的に知られることになった、新フランス評論誌にも多数の記事を寄せている。これは、ジャン・ポーランが戦前、戦後の30年にわたって編集長を務めた文芸誌であり、以後、ポーランと信仰を深めることになった。第二次大戦が勃発すると、 第503戦車連隊に配属され、ムーズ県での激戦に参加。独仏休戦協定の数日前にベルダン近くで捕虜にされたが、10月に逃亡し、数週間後にパリに戻った。この間、受水パルツガミが対独協力に走ったことに衝撃を受け、これまでの右派との関わりを断ち、ポーランとアドリエン・ヌモニエの尽力で偽造身分、証明書を入手して、 南仏の自由地域に向かった。ビシーを経て、マルセイユに到着し、ビシー政権下の保健、青年賞で働いていた現代音楽の作曲家、ピエール・シェフェールラによって結成され、哲学者のエマニュエル・ムーニエが顧問を務めていた若きフランスに参加し、映画監督のロジェ・レーナルと劇作家のピエール・バルビエ、ジャーナリスト、作家のアルベール・オイビエと共に、 国営ラジオ局の文化番組を担当した。また、ルビュー・ユニベルセル紙、アクション・フランセーズ紙、カンディード紙から、フィガロ紙、文芸師、コンフリアンス、本ンテーなど右派、左派を問わず多くの雑誌、新聞に寄稿した。1941年10月に、ニースでアンドレ・ジット、および彼と親しくしていた作家のマリア・ファン・レーセルベルヘに出会った。レーセルベルヘによると、 クロードロアは戦前は明らかに右派であったが、戦中にはいかなる党派、団体にも属さずにすべての方向性を模索していたという。転機となったのは1943年のルイ・アラゴンとの出会いであった。アンドレ・ブルトンらとともにシュルレアリスムの運動を牽引した後、運動を離れて共産党の機関士を主催したアラゴンはこの頃、 妻で女性初のゴンクール賞受賞作家、エルザトリオレと共に、南仏に逃れ、共産党の度クレジスタンスグループ国民戦線の一派として、全国作家委員会を結成し、委員長を務めていた。南部の全国作家委員会には、ピエール・セゲルス、ジャン・カスー、クロード・アブリーヌ、ルイ・マルタニ・ショフィエ、ジャンプ・レボー、アンドレル・ソーラの作家が参加していた。 クロードロワはこの委員会を通じて、レジスタンスの作家による地下出版活動に参加。さらに、アラゴン及び彼とシュルレアリスム、共産主義の活動を共にしてきた、ジョルジュサドゥールを介して、共産党に入党した。1939年8月23日の独ソ、不可侵条約締結を機に、共産党の機関紙は、ダラディエ内閣によって、発禁処分を受けたために、 クロード・ロアは地下出版されたデュマニテ紙を配布し、また1941年にジャン・ポーランと全国作家委員会のジャック・ドクイルが創刊した地下出版の週刊新聞レッドル・フランセーズの編纂を作家クロード・モルガンと共に担当した。この活動からさらに戦時中に死、自由を発表して国民を鼓舞した詩人ポール・ウェル・アールと出会った。 エールもシュルレアリストであったが、アラゴンの共産党活動を機に彼と決別し、レジスタンスの活動を通して10年ぶりの再会を果たしたばかりであった。1944年6月、地下活動のために警察の手入れを受け、北部へ逃亡。パリ近郊のバニューや、ノーフルイコールルイコール社等に隠れ住んで活動を続けた。 1944年8月のパリ解放に参加し、放棄したパリで目を開けてと題するルポルタージュを発表し、大きな反響を呼んだ。さらに、連合軍の従軍記者としてドイツに向かい、ベルゲンベルゼン強制収容所での取材記事などを国民戦線がに発表した。1945年1月に、対独協力者として死刑判決を受けたロベール・ブラジアックの特赦を求める。 モーリアック、バレリー、ポーラン、ジャン国党、コレットら知識人のドゴールに対する、請願書に署名したが、共産党の圧力を受けて撤回せざるを得なかった。実際、全国作家委員会が、パリ解放後の対独協力者の追放、粛清の一環として、レトル、フランセーズ市場に、対独協力作家のブラックリストを発表したことは、同志編集長のポーランの辞任をはじめとして、 対独抵抗作家の間に分裂を生むことになった。戦後は、アラゴン、エルアール、ピカソラの共産党員を介して知り合ったピエール、クールタード、エマニュエル・ダスティエ、ロジェ・バイアン、同じくレジスタンスに参加し、パリ・ロック・サン・ブノワ通りのマルグリット・デュラスタクに、集まったロベール・アンテルム、ディオーニス・マスコロ、エドガール・モラン、モーリス・メルラ・オ・ポンティラの知識人らへと交友を広め、 戦前に始めた施策やルポルタージュのほか、小説や評論の執筆にも取り掛かり、国外で取材する機会も増えた。こうした経験は、ルポルタージュだけでなく、旅行記や回想録にも記している。とりわけ、戦後に激動期を迎えた米国と中国については、それぞれアメリカの鍵、中国の鍵を表した。特に、中国文化に造形の深い彼は、嘘食、 超務局などを紹介する著書も発表している。また、文学論、芸術論ともに古典から現代まで原始芸術から前衛芸術まで後半に対象としている。これらは主にヌーベル・オプセルバ・バトゥールに掲載された後にガリマール社から刊行された。共産党員としても冷戦期の党内の主な論争に参加し、例えばベトナムに派遣された水兵アンリ・マルタンが 戦争反対を表明したために、懲役5年を言い渡されたことに対して、本土で、ジャン・マリー・ド・ムナック、ジャン・コクトジャン・ポール・サルトルラとマルタン釈放の運動を起こし、1952年から56年までは、全国作会委員会の運営委員を務めた。1956年10月には、サルトル、ベルゴール、バイアン、 ジャック・プレベールと共にソ連軍によるハンガリー動乱の鎮圧に反対する運動を起こし、ルモンドが身に口を開かなければならない。そして心もと題する記事を掲載。このために共産党を除名された。1958年、ド・ゴールが政権に復帰したことは、クロード・ロアにはファシズムの危機と思われ、再び共産党に入党しようとしたが、6月16日に、 ハンガリードーランでソ連軍の侵攻に抵抗した政治家、ナジー・イムレが処刑されたのを機に、党との関わりを一切断つことになった。1955年11月に、ディオーニス・マスコロ、ロベール・アンテルム、ルイル・ネデ・ホレ、エドガール・モランによって結成された知識人によるアルジェリア戦争継続に反対する行動委員会に参加。1960年にアルジェリア戦争における フランス軍による拷問を非難し、政府に良心的兵器拒否を尊重するよう呼びかけるアルジェリア戦争における不服従の権利に関する宣言と題する121人のマニフェストに署名した。フランスで5月革命が起こった1968年、クロード・ロアはこの運動には直接参加することはなかった。チェコスロバキアでプラハの春を取材していたからである。 この時ミラン君でデラに出会い、反体制派を支持。こうした姿勢から、1971年に、毛沢東の新しい征服を発表した、中国学者のシモン・レディスと共に、文化大革命という神話の解体に取り組んだ。文化大革命の内実を明らかにした、こうした仕事は、当時はまだ、毛沢東主義に大きな希望を見出していた。 フランスの知識人から厳しく非難されることになった。1980年代に肺がんを患ってからは、政治活動はもとより、公の場から身を引き、執筆、特に施策に専念した。1997年12月13日、パリにて死去、去年82歳。以下、放題の内ボールドは、法薬が出版されているもの。これら以外は解約、著書のほとんどが、 ガリマール社から出版されている。ありがとうございます。